はい、どうも、くるりと申します。自殺志願者同盟実況パート4やっていきたいと思います。前回はチャプター3の本当は死にたくないっていうところまでやっていたので、今回はね、いい子になんかなれないっていう、多分蒼太くん視点なのかなと思いつつ話を進めていきたいと思います。はい、足がしびれる、おいしょ。やっぱり蒼太くんサイドですね。生まれてこなければよかっただって。ああ、俺だってお前のところになんか踏まれてきたくなかったよ。だから俺は死んでやる。俺がいるせいで周りから嫌な目で見られるし、再婚だってできねえんだろ。悪かったな、こんな息子で。どうせどんなに頑張ったっていい子になんかなれない。生まれた時からそう決まってたんだよ。でもなんか蒼太くんが言うこの生まれてきたからとか、生まれた時からとか、血が流れてるとか言ってるけど、なんかお母さんとお父さん悪いことしたのかな。ね、ちょっと気になるよね。だから俺は死んでやる。死んでやるんだ。そう考え始めたら止まらなかった。俺はとある自殺サイトに書き込みをしていた。集団自殺しませんか。なんか勢いで蒼太くん書き込んだ感じしますけどもね、本当に死にたいのかな蒼太くんって。ジェットコースターってことはテーマパークかな。なんかね、背景に若干ポートタワーみたいなのが見えるけど、なんか若干神戸っぽいですよね。わかんないけどもね。それはすごいね。下から見ててもすごい迫力だったよ。フラフラする。おいおい、大丈夫かよ。だらしねえの。翌日、俺たちはとあるアミューズメントパークを訪れていた。ここへ来たのは本当に小さいガキの頃以来で、何もかもが懐かしかった。あの頃は良かったな。はあ、絶叫系に限る。なるほどね。個人的に初めて乗った絶叫系がディズニーシーのセンターオブジアースだったんですけども、もうトラウマですよね軽く。もうそっからもう友達とランドとかシー行っても乗れよ乗らない、乗れよ乗らないの攻防戦が続いてるけどね。なんかさ、最近ね、なんだったっけ、ちょっと名前忘れちゃった、タワーテラだ、タワーテラとかあるけど、もう素通りですもんね。絶対乗りたくない。最後もう帰っちゃうの？ああ、十分楽しんだしな。でもまだ明るいしいいんじゃないの？なおがフラフラしてるし、まだ平気。なおくんはちょっと苦手なのかな絶叫系。それに夜は夜でちっとやりたいことがあるんだよ。ちっとってなんだ？あ、そっか、すいません、ちっとってちょっとですね。ダメだ、もう理解力がない。そっか、それじゃあホテルに戻ろっか。あ、行こうぜ。本当は瑞希ちゃんの体調が心配だったからだ。なんとなくだけど少し無理をしているようだった。食欲もあまりないようだし、連れ回すのもどうかと思ったんだ。蒼太くんなんかいい子になれないとか言ってるけど、根はすごく優しい子ですよね。気が回るし、気が回る、気が利くですね。
ちらりと背後を振り返り、ガキの頃の思い出が詰まったこの場所へ別れを告げる。もうあの頃には戻れないけど、死ぬ前に来られてよかった。死ぬ前に来られてよかったってことは、やっぱり小さい頃は楽しい家族だったのかな。ね、お父さんが死んだからなんかあったのかもしんないね。はい。そして夜になって、俺は昨夜と同じく直のことを起こしていた。エッチなビデオはもういいよ。違う違う、そうじゃねえって。だったら何？なんかあんのかな。そう言って取り出したのはタバコの箱だった。未成年だよね。タバコ？お袋からパクってきたんだ。僕たち未成年。いいじゃんかよ、関係ねえって。俺死ぬ前に一度でいいから吸ってみたかったんだよな。それもソータのやりたいこと？はあ、死ぬ前にタバコか。確かにもう死んじゃったらね、20歳超えられないし吸えないもんね。どうして僕を起こしたの？お前も吸いたいかなって。遠慮しとく。まあ確かに直くんはそんなに吸わなさそうですよね。なんか大人になってもそんな興味なさそう。ちぇ、まあいいけどよ。箱からタバコを取り出し口に加える。そしてライターで火をつけ、加えたタバコを吸い込む。俺は加減が分からず思いっきり吸って。まあそうなるよね。思いっきり吸っちゃいけないんだね、タバコって。苦しさのあまり涙が出た。大丈夫？はあ、まあでも確かにこの、でもこれが慣れたらいいらしいですね、タバコって。吸ってる人に聞くと。灰皿でグリグリとタバコの火をもみ消す。ほう、お酒とかかな。俺は冷蔵庫へ向かい、ビール缶を取り出した。やっぱり。え？なお、一緒に飲もうぜ。それホテルの？まずいんじゃ。確かにホテルの備え付けのやつとかだったらバレますよね。大丈夫、これも家から持ってきたやつだからさ。ちょうど2本持ってきたから1本ずつ飲もうぜ。ビール缶をナオの方へ寄せる。しかしナオにそれを受け取る様子はない。んだよ、飲めって。僕まだ中学生。ああ俺もだ。ってことで飲もう。まあそうなんだろうね、ソータくんの中では。僕はいい。飲めってば、お前が飲まないと意味ねえんだよ。どういうこと？オールで誰かと飲み明かす。俺のやりたいこと。
これ言われたらね、なおくんもなんて言うんだろう、手伝ってあげたくなるよね。そう言うと、なおはやれやれといった感じでビール缶を受け取ってくれた。よかったね、そうたくん。プシュと音を立てて、プルタブを開け、ビール缶を傾ける。苦い。お前はお子様だな。大人の味ってのを理解しろよ。ソータだって子供。あ、俺は14。お前は13。はあ、11?13 って中1と中 2? よくわからないや。あ、でもそっか、中2の可能性もあるか。やっぱ俺の方が大人じゃん。1歳しか変わんない。それに学年は、俺誕生日まだだから3年。中3と中2か。そうか、まだね、高校生とか楽しいのにね。あ、お前2年だもんな。うるさい。やっぱ俺の方が大人じゃんか。なおは無言でビール缶を傾ける。俺も負けじとぐびりとビールを飲んだ。はあ、でもビールって美味しいのかな。なんかちっちゃい頃とかに間違って飲んだことあるけど、美味しくなかったもんな、ビールなんて。20ってか、もう大学生とかでもね、美味しくない、未だに美味しくないって思うけど。でもいいよな、2年って受験のこととか考えないで済むし。先生は考えろって言うけど。3年ほどじゃねえだろ、親なんかうぜえのなんのって。なんかね、蒼太くんのお母さん普通に心配してるお母さんな気もするけどね。虐待なのかな。ふとあいつの顔を思い出して気分が悪くなった。くそ、なんで思い出しちまうんだよ。親か。あ、心配してるかな。ちゃんと友達と旅行してくるって言ってきたんだろ。ううん、本当は何も言わずに来ちゃった。家で同然で。マジで？うん、携帯持ってきたけど切りっぱなしで。連絡来てるかもだけど。お前の親、自分のことを心配してるんじゃないかって思える親なんだな。え？俺んとこそんなの全然期待できねえよ。なんかでも心配してる気もしますけどね、ソータくんのお母さん。ナオはラッキーだったよな、優しい親のもとに生まれてこられてさ。俺もそういう親のところに生まれていきたかったよ。仲良く暮らしたかった。ソータくんの本音はこれかな。俺は酔っているのだろうか、こんなことを話すだなんてらしくない。それなのに父親なんてもう死んでるし、母親とは喧嘩ばっか。俺荒れてたからさ、生まれてこなければよかったとまで言われるぐらい悪いやつでさ。俺が問題を起こすたび、あいつはいつも怒鳴って殴ってきた。
似た者親子でよ。俺はいい子になんか絶対なれない。俺もきっとあんな大人になるんだ。そうた、こんなやつ生きててもしょうがないな。そうだろ。そう問いかけるとナオは困ったような顔をした。当たり前か、俺だってそんなことを聞かれたら困る。悪い、こんなこと話して。別にいいよ。そっか、お前はいいやつなんだな。ナオくんはでも聞き取り上手っぽい感じはしますよね。受け身だけど。それきり俺たちは黙ってしまった。ただビールを喉に流す音だけが静かに聞こえる。しかしその沈黙を破って、あ、ずるい。はい、みずきちゃんですね。聞いてたのかな、さっきのやりとりも。基本的にみずきちゃん起きてるんじゃないかっていう雰囲気はありますよね。いつの間にかみずきちゃんが起きていたのだった。ひどいな、ちょっとショック。仲間外れにしないでよ。確かにみずきちゃんいつも仲間外れですよね。っていうか、まあそうたくんがね、結構気を使ってるんだろうけど、みずきちゃんはいつも蚊帳の外って感じな雰囲気を出してますよね。わ、悪い。でも お酒飲みたいな。え？驚いた。いや、だってみずきちゃんがそんな。飲みたいな。でもビール2本しかないし。みずき、僕のあげようか。いいの？うん、あまり美味しくないし。ありがとう、ナオくん。おいおい、ちょっと待てよ。静止の声をかけるも、みずきちゃんはナオからビール缶を受け取り、そして、なるほど、間接キス的な何かをソータくんは気にしてたのかな。わあ、ビールってこんな味がするんだ。飲んじまった。ナオが口をつけたビールを。なんだか大人の味って感じだね。ソータくんだけ慌ててますね。グビグビと音を立てて、みずきちゃんはビールを流し込む。なお、お前分かってやったんじゃねえだろうな。何が？うわ、こいつ絶対分かってない。無自覚なところがこれまた憎らしい。みずき、そんなに飲んで大丈夫なの？大丈夫だよ。慣れれば結構美味しいかも。そうじゃなくて、その体の方は。親と思った。今のなお、みずきちゃんのことみずきって呼び捨てにしなかったか。はあはあはあ、このやりとりの時確かにそうたくん寝てたもんね。確か遠野さんって呼んでいたような。そうだそうだった、確かに。なおはそうだね、まあ確かに何も知らなかったらびっくりするよね。
ナオ君かわいそうにとばっちり受けてる。俺は思わずナオにつかみかかっていた。ちょっとどうしたの。くそだよ水木って、いつの間にそんなに仲良くなったんだよ。だって水木がそう呼んでって。マジかよ。ああナオ君ってば塔のさんなんて呼ぶんだもん。なんだかよそよそしいじゃない。そうは言っても。あ、ソータ君も呼び捨てでいいよ。ちゃんって呼ばれるのなんだか照れるし。マジで。マジマジ。いってなんだ。あ、なるほどね。喜んでたのか。なおを解放し拳を頭上へと突き上げる。俺も水木って呼んでいいんだな。もちろん。じゃあ水木。何？自分で呼んでおいて。その響きにしばしもだえる。こんなにでもさ、素直に自分の気持ちをオープンにしてて、水木ちゃんは気づいてないのかな、颯太くんの気持ち。呼び捨てにするだけで距離がぐっと近づいた気がした。水木。ん？水木。何なんだろうねこれ。何やってるの二人とも。俺は今猛烈に感動している。おかしな颯太くん。ああもう最高の夜だ。はあ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 、なるほどね。ね、みずきちゃん気づいてないのかな。さっきも言ったけど、こんだけね、オープンにしてたらなかなか分かっちゃうような気もするけども、これどっちとくっつくんだろうね。くっつかないのかな意外と。はい、ということでね、自殺志願者同盟のチャプター4、一個になんかなれないが終わったので、次回はねチャプター5のみずきの体。お酒飲んでたしね、若干不安ですけども、なんかタイトルがね不安になるようなタイトルだね。うん、はい、ということでとりあえず今回はここまでにしたいと思います。自殺志願者同盟実況パート4終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。